どうもこんにちは、いちくんです。今回は、フロア6をやっていきたいと思います。ということで今回は、フロア6ということで今回は、ここの呪術棒の矢をこれにしてきました。あれ?なぜか撃てないので、もしかしたら前の時でもあったので、一応変えときます。よーし、これで、クリアで。こっちで、撃てた。ということで、早速、フロア6をやっていきたいと思います。6だね。6。よーし。よし、何も書かれてないので。フロア6。よし。ちょっと、タイトル画面に戻らないといいけど。あ、よし。もう、入れました。アーチャー3人。誰もタンクにならなかったか。ちょっとだけ久しぶりにダンジョンするな。やばい。前動画外でフロア6の、いや、フロア6じゃない、フロア5のシャドウアサシン倒せたから。まあ、だいぶ。最初から、20万ダメージくらい出てました。あ、ペットを変えなきゃ。ゾンビコマンダーか。それで、ベイビーエティペット。前回撮った、ベイビーエティを使います。おぉ、危ない。よし。やられちゃったー。ティラリン、ラララララって。どこなんだ？あ、もうやったのか。あ、今めっちゃ意外と上級者の人がいるな。あれ、ビジュアルいなくなってしまった。おそらく戻ってこれないか。3人でフラルがきついぞ。一度動画外でやって、負けたりしたりしたから、その時3人で勝ってたことがあったから難しいな。ゴールデンサマーパスト欲しいな。あと、
804回勝たなきゃ。サダンマスクギットってきついな、そんな。やったりしてると思った。よし。危なぁ。0.5 ハート。あ、でかい、部屋が2個あるな。スナイパーがほんと強いんだよな、なぜか。今となって。やばい、もう釣れたか。あ、ここの部屋行ったことあるかな。ないな、ちょっと。いや、あるかな。あ、もう行ったことあるでしょ。何個か持っといた方がいいんだよな。テラコッタフェーズの、一番最初のテラコッタフェーズが、本当に生き残れないから。アローとか持ってないかな。普通にやんなきゃいけないか。お、できた。初めてやるな、この辺。やったことあるけど、前やったとき大失敗してて、チームメイトに怒られました。これか。高い順だよね。待ってください。ちょうど待って。で、次は20。よし、できました。よし。
し、5000に、おそらくあと、もう少ししたらなります。よし、始まります。よーし、始まるぞ。マナで逃げまくればいいっていうのもあるし。だけど頑張んなきゃな。やばい、一つ目のリバイブストーンもう使っちゃったな。よし、勝てたかな、多分。この時は、ここの後ろに行ったら、メイジやアーチャーは、意外と有効です。もうみんなあっち行ってたら、こっち、外出てもいいですけど。みんなが、入れないんですよ、全員。よし、これ、意外と余裕だったね。よーし。この時は、反対側のこちら辺にいたらいいです。だいたいこっちかこっちにみんなの攻撃で吹っ飛ばされるので。いやー、初めての4人でできるかもしれないので、楽しみです。あら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 どうしよっかなだけどな。ここでマイナス57で、全然プロフィットにならないので、やめときます。まあ、この、無料のやつはゲットします。よし、やだかな、よし。ということで、今回はフロア6をやってみました。そして今回は、なんと、クリアできて、さらに S なれたので、いい感じになったと思います。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、インスタグラムもやってるので、お願いします。それでは、また見てね。バイバーイ。バイバイ。フラー 6S いけた。